こんにちは。二日目は疲れてたので、熱海城へ行って楽しみます。ここは昔、道があり、右手にロープウェイが見えましたが駐車場になってました。ロープウェイ乗り場です。悲報館は未成年の方は入れません。理由としては大人のディズニーという感じです。チケット売り場でロープウェイと悲報館のセットになったチケットも買えますよ。ではロープウェイに乗ります。お願いします。絵的には左側がいいんだけど、無理だったので右側になってます。一番は正面ですね。乗車時間は3分ほどです。ロープウェイで説明の音声が流れるので聞いてみましょう。誠にありがとうございます。このロープウェイは現在日本一短い観光ロープウェイとして知られ、全長300メートル、高低差100メートル、秒速 2.5 メートルで走行し、山頂駅までの作業時間はおよそ3分でございます。進行方向、左手に見えてまいります大きな建物が熱海最大級の複合リゾート、熱海ベイリゾート後楽園でございます。また、街並みに深く入り組んだ海岸線が人工海水浴場、熱海三十路で、お宮の松をはじめ、向かって左手の方向にムーンテラス、渚親水公園と続いて熱海の名所となっています。これから案内いたします山頂展望台は、熱海市内はもちろんのこと、真鶴半島、初島をはじめ、よく晴れた日には伊豆大島、三浦半島、横浜ランドマークタワーまでを見渡せば、熱海随一のパノラマ展望台となっています。また山頂展望台には、お二人の愛の絵馬に立つ恋愛成就スポット、愛情岬や、ソフトクリームやコーヒーの美味しいカフェがございます。館内を3階まで上がりますと、悲報館入り口となっております。ユーモアの中にも愛と神秘のハーモニーを奏で、皆様を幻想の世界へお誘いする大人の遊園地、熱海悲報館をぜひ一度ご覧くださいませ。3階玄関より外に出まして、右上3分のところに熱海城トリックアート迷宮館がございます。まもなく山頂展望台に到着でございます。往復乗車券はお帰りの際にお切りしますので、なくさぬようお願いします。なお、このロープウェイは10分から15分の間隔で運行しています。ご乗車ありがとうございました。降車の際はお足元に十分お気をつけてお降りください。まもなく到着いたします。往復乗車券はなくさないようにお持ちくださいませ。お足元をご注意くださいませ。あのロープウェイで降りるときには気をつけましょう。ここは昔と少し変わりました。瓶のコーラが売っていました。ここは絵馬にカップルの人たちが思いを書く場所です。絵馬に書いたものは木の実や神社で奉納されます。愛情岬からの風景です。綺麗ですね。海を撮影してみました。ホテルニューアカオも見えます。ここからは熱海城へ向かいますが、カメラの設定ミスなのか15秒しか撮れていませんでした。右側には新しい撮影スポットができていました。熱海城へ来ました。昭和30年頃にできた観光用のお城です。入場料1000円ですが、熱海駅で配布されてる案内を持っていくと100円引きになります。建物は地下1階から6階まであります。まず1階を見てエレベーターで6階に行き、1階ごとに降りてみていきます。それと3階は未成年の方が入れないので、すぐ2階に行きましょう。熱海城の中の写真を数枚撮影したので見ていきましょう。入り口には金のシャチホコがあります。乗って撮影することもできます。画面左には荷物を置く場所があります。日帰りなので来た時の荷物を置くのにいいと思います。では写真を数枚撮ったので見ましょう。甲冑ですね。
こちらは刀です。トーラブ好きな人も来てみるといいと思いますよ。見たままなのですが、火縄銃です。6階はこういうコーナーがあり、お茶も楽しむことができます。6階からの風景です。綺麗ですね。夜ここから景色を見ることができたらいいなと思います。こういった懐かしいものもあります。江戸体験コーナーです。ここでは農家の方が使ってた道具を体験したり、コスプレして楽しむこともできます。ここではお城の模型やその当時使われてたものを見ることができます。城下町を再現した模型です。私が子供の頃からありました。他のフロアの写真はないので地下1階に行きます。無料のゲームコーナーとありますが、ちょっと前のゲームが無料で遊び放題です。1000円または割引で900円で入っても、10回プレイすれば元が簡単に取れますね。昔はこういったものはなかったです。サウンドボルテックスも無料でプレイし放題です。ラブプラスアーケードもプレイし放題です。他にもセガのレースゲームや音ゲーもいろいろあります。お子様が楽しめる遊具っぽいのもあります。お腹が空いたのでこちらでご飯を食べます。熱海城への滞在期間は12時過ぎまでいました。暑くて食欲もなかったので、パンケーキと紅茶にしました。景色のいい席もありますよ。では今日は帰ってゆっくり過ごします。走行中が危ないので、開いている窓からは手や顔を物まで出さないようお願いいたします。帰りに右側の風景が見れるので撮影しています。風景をお楽しみください。お待たせいたしました。皆様、山頂での景色や気泡感はいかがでございましたか？良き旅の思い出になったことと思います。前方に開けております街並みは、熱海温泉の典型でございます。熱海温泉は、昔、海の中より温泉が湧き出し、海がお湯のように熱くなったことから、熱い海、熱海と名付けられました。かつては、徳川家康が当時に訪れたと伝えられる、四季を通じて暖かく、風光明媚な温泉郷でございます。右下は、熱海ベイリゾート後楽園の全景でございます。空にそびえるタワー館と、新館アクアスクエアからなる熱海後楽園ホテルのほか、日本最大級の露天立ち湯を有し、非日常の感覚を味わえるオーシャンスパフーラ、伊豆の食を取り揃え、食事やショッピングを楽しめるフードマーケット、伊豆市など楽しさいっぱいです。前方に見えております熱海港からは、伊豆大島行き、初島行きの船が出ております。市内経由、熱海駅行きバス停は、進行方向、右手正面チケット売り場横になります。まもなく、三陸後楽園駅に到着でございます。お出口は、ゴンドラを降りまして、左側となっております。お降りの際は、ご自身でも十分ご注意ください。本日は、熱海動物園をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。ちなみにだけど、お前が考えてた予定の中のおしゃべりとか、これいっぱいあるんですか？予定の中に。なんとか神社みたいな。はい、これで1万円36名。ご乗車ありがとうございます。まもなく到着いたします。お出口は階段を降りて左側です。2日目、これにて終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。動画の感想などコメント欄で教えてください。こちらの動画もご覧ください。次回の動画でお会いしましょう。